に、暑いもうガよ。チめの戦国対決。はーい、毛利元就なのだ。まあまあ、わかるから。どはちい、ら熊津義久は、九州ね、薩摩の人で、九州統一に結構近づいた人です。島津氏の四兄弟の長男、鬼島津の次男義弘と紛らわしい。あれ、久だったっけ、弘だったっけ、とか言ってね。過去のバトルでは、よどどのと戦っています。対するは、これ、毛利の隣といえ上ばが高三いんだ。本の矢の試合。ね、一本の矢だと折れやすいけど、三本の矢を束ねると折れにくい。このように力を合わせることが大事なのだ。三本の矢の教え。孫はヘタレ。子孫毛利高近は幕府を倒す長州藩。過去のバトルでは斎藤道三と戦ってます。なんか思ったより戦ってない。ドン。全どちら然が勝戦つか。ってる。よし、島津義久が勝つと思う人。1票、2票、3票ではもう4票、毛利元就が勝つと思う人。1票、2票、3票。では見ていきましょう。同じぐらい。島津義久。全盛期は140万石ぐらいまで広がります。HP は140。毛利元あ。就。全盛期は112万石ぐらいまで広がります。HP は112。それでは最初の戦いは、下克上。下克上とは下の者が上の者を倒して成り代わる。家臣が大名を倒して大名になることを下克上と言います。下克上力は、もともと守護大名じゃ、下克上なんかする必要はないわ。うらうらうらかかってこんかい、うらうらうら、で攻も、撃。ゴー、煽ってます、島津義久。毛利元就は、黒人から戦国大名に、まさに下克上、家臣なのに大名を倒して大名になり上がる。下克上の代表、毛利じゃあ元俺絶対いじめです。139って。就。おい、僕しか残らない。139、ドン。おっと、え？たまたま残り1これ体力。たまたまなの？魔力がなくて。たま？え、じゃあ次111とか？いや、偶然なのです。じゃあ次の戦いは、関ヶ原。関ヶ テレフォンの原。せいだ、テレフォンのせいだ。はい、はい、孫もう一がヘタ個。レ。ね、孫の毛利輝元は関ヶ原の時、西軍の大将でしたね。西軍の大将のくせに関ヶ原に行く途中、関ヶ原まで行かずに大阪城で鼻くそほじってます。大将なのに戦場に来ない。そして関ヶ原のああ、島戦津いのが終木わった口やらら、れた。ああ、戦や場らにれたな。戦わずに弟おが家に11帰っなんていだきろます。う。攻撃力。攻撃弟が力頑は張ったとこう。するか。じゃあ、島津義久は、弟が頑張ったとするか。ここやっぱりなんだ。111だ。やっぱり112ね。口。やっぱりね。わからないんだけど。弟が敵のど真ん中を突っ切って逃げて、武勇を馳せます。攻撃力は111。うら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 、かかっちゃこんかい、こら、うら、こバーン。れなんかイラつく。ここれの俺はらが痛い。HP 瀕死バトル。偶然 HP キがモ1いになんだる。けど、偶殴っ然たら死ぬ HP バがトル。痛い。戦いは、家族。家族。3、4個だ。家族は、バン。はい、終わっ毛た。利両戦。毛利西元兄就。弟。終わったな、桃こ子れ。早川高景。ね、吉川元春という川の字がつく2人の優秀な息子、毛利良善がいます。攻撃力は終わっ2。た。じゃあ、島津義久待ったは、くる、待ったくる、絶対待ってくる。ちょっと待った。4兄弟。はい、遠いだ、長元凶が来る。男義久。うら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 。それ、イラつく。それ、いる？次男義久。ねうらうえ。こらういらつうもら。しておる。イラつくんですけど、これ。三男トシヒサ、うれ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 。さっきよりも強くなってる気がする。四男ユイサ、はいはいはい。なんか毎日だって思うと。なんなんかか変。寒い。ダーン、なん攻か撃。ムカつく。ダ待っーた、ン。絶対待った、絶対待った。さすが四兄弟。ねえ、ちょっと。ねえ、さ、勝ったら。まだ元キロがいる、まだ元キロよがいる。し、周り勝っ開幕た。だ。おっと。3本の矢が飛んできたー。ドーン。2たす3は
五だー。ずーい。どういうこと？ということでね、毛利といえば三本の矢が飛んでくる。今日は毛利元就の勝毛利利強く、なんか勝っだ。た。いやー。というわけで、相も変わらず適当な戦いが続きます。日本史バトル、来週もお楽しみに。